きますか。ずっとこればっかりっていうのもね。じゃあですね、はい、忍者ガイデン3レーザーズエッジはちょっとここまでにして、はい、またですね、この前ですね、私たちのチームでちょっとプレイステーションビータ向けに、はい、デッドアライブ5プラスというタイトルを発表させてもらってるんですけども、はい、そちらをですね、ちょっと今回せっかく HD になってるので実機を持ってきてます、はい、で前ですね、実際これ本当はニコ生で流そうと思って我々の会社でやろうとしてた時にうまく流れなかったんですよ、うん、なので、はいはい、今日ちょっと初めてしっかりこの HD 画質でこの実際にプレイステーションビータ上で動いてるデッドアライブ5プラスを見ていただこうかなと思ってます、はい、なるほど、はい、このキャラちょっと2段ジャンプできるし、もう隣で姫がユウやってるので、はい、ちょっとコメント別かもしれませんけど、はいはい、じゃあ見ていただきましょうか。ちょっと待ってね、今ピントとか合わせますので、はい、大丈夫ですか。今大丈夫ですかね。ちょっと映り込みがありますけど、ちょっとそれはご容赦ください。はい、ちょっとスタジオの環境でね、照明が多いのでどうしても、はい、これでちょっと Wii U の方の音声をちょっと下げていただけますかね。しょぼーい。これですね、実際に動いてるところを多分こんだけ綺麗な状態で見れるのが多分今日のゲッチャが初めてだった。あら、はい、見えますかね。ちょっとボケてますね、今ね。これで、これで今は大丈夫ですかね。ピント合ってます。合ってきました、ね、はい、これで今合いましたね。これでまたちょっと高橋名人にドリーって言ってもらいたいな。え、どういうことですか、名人。またちょっと待って、揺れるの。めっちゃ綺麗。そうです、今回デッドアライブ5をプレイステーション3向けにリリースさせていただきましたけど、はい、それとまあほぼ同じクオリティで実際に動いてますっていうのをこれで見ていただこうかなと思って。かすみ、そういえばですね、はい、これ今かすみってデッドアライブの主人公がプレイヤブルですけど、はい、彼女がですね、忍者ガイデンスレーザーズエッジの方にも先ほどのパッチで今度 1.20 というのが配信されたら、このかすみもプレイヤブルキャラクターで追加されます、はい、おお、どんどん追加されますね。そうなんです、贅沢。あ、すごいコメントみんな荒ぶってる、みんなかすみが使えるんだぞー。あ、でも今コメントにあるけど、携帯機でこれすごいって。そうなんです、これ今60フレームで動いてて、はい、60フレーム動いてます。はい、でこれがですね、またいつも通りこうカメラ動かせちゃって、はい、ああ、ちょっと消しから、あこれはまた発売の頃に名人にお見せしに行こうかなみたいな。実際にこれはですね、来年の3月20日に発売予定ですね。まだちょっとこれ開発途中ですけど、はい、実際に出来上がったらですね、はい、またぜひぜひ皆さんにご紹介したいなと思ってます、はい、今日ちょっとサプライズでこちらお持ちしました。これタッチとかしてまた揺れたりとか欲しい、欲しい。そんなこと言ったら入れてくれるよ。いや、わかんない、見てる人はそういうの欲しいのかなと思って。今作ってる最中だから、やれちゃうかもしれない。何とでも言えるよ。欲しいです、欲しいです。多分揺らすのは一番最後だよね。そうですね、まずゲームとしてちゃんと、ね、まあ、本当だよね。今ゲームとしてちゃんと動くようになってるんで、はい、追加要素今考えてるとこだから考えましょうか ね、はい、みんなどんな要素がいいか今ちょっとコメントでね、まあ、参考にするかしないか置いといて、でもぶっちゃけ言うけど、ぽよんぽよんしてもセローには関係ないからね。そうなんだって、動くの動かないの関係ねえじゃん。ミスちゃんまずだけど、そう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 、背面タッチ。なんかさ、日本だとさ、うん、昔さ、なんか知らない前の胸は超揺れたけど、海外版だと揺れない風になってるとかあったじゃん。それセロじゃないの、海外と日本の差なの。あ、それセロじゃないです。それは違います。あ、はい、そうなんだ。それは海外と日本の差だから、それはどうしようもないんですけど、今私たちが住んで遊んでるのは日本だから。そうそうそう、揺らせってこと。セロなんです。揺らせってこと。まあちゃんとは言えませんけど、できれば揺らしてください。じゃあその目、これまだちょっとまだ揺れないんで、はい、
まあ、じゃあいいですよ、言わなくても。はいね、みんなさ、日本人でよかったってさ、日本万歳ってコメントあるけど、でもその分外伝で楽しみますからね、はい、確かにこっちでね、ぜひぜひ、すごいよ、このパッドでやれるんだよ、ね、まさか任天堂さんもこのように使われるとは思っていない多分ね、多分ね、いやー、はい、でも楽しいなー、ね、面白いっていうか、ね、ビータでそのね、6時フレとかすごいこだわりもね、うんうん、やっぱすごいですよ ね、やっぱり綺麗ですよね。